ウニさん、どうもどうも。顔ボサボサだね、ウニね。ちょっとね、今ブラシかける前だから、寝起きのまんまのウニなんですけども、ウニ、今日さ、年内最後のトリミングだよ。トリミング。ね、綺麗にしてもらってさ、年を越そうぜ、ウニさん。ね。かわいいね。何よりくつろいでんの？かわいいね。すごい、もうほんとボサボサだね。かわいい。でね、今回のトリミングは、ちょっとね、足のこの毛が短い範囲を少し広げてもらおうかなと思ってます。っていうのもね、今だいぶ毛が長いんですけども、散歩するたびにね、ホコリとか、あと車の排気ガスなのかな。で、かなり汚れちゃうんですよね、足先が。だから、毎回ね、ほんとあんま良くないかなとは思うんだけども、足をね、軽く洗っちゃってるんですよね。で、1日2回洗ってるんで、あまり皮膚にもね、良くないと思うんで、まあ、羊カット。去年のこの時期はね、羊カットにしてもらってたんですけども、羊カットほどではないんだけども、前足も後ろ足もちょっとね、毛が短い範囲をね、今よりも広げてもらおうね、ウニね。で、全体的なカットは、全体的なカットは、今と同じぐらいでいいかな。整えてもらうぐらいでね。もうとにかくね、まあ、日中は暖かい日もあるんですけどね、朝はやっぱ寒いじゃないですか。もうこれがね、抱き心地がもう最高でね。で、夏はね、あまりウニくっついてきてくれないんだけども、まあ、くっついてくれたとしても、なんだろう。暑くなってすぐどっか行っちゃうんですけども、冬はね、くっついてきてくれるんでね、布団の中入ってきて、一緒に寝ることができるんで。ねえ、ウニね、幸せだよね。とりあえずさ、ウニ、お散歩がてら、トリミング行くんだけど、さすがにね、このボサボサだとね、ちょっとあれなんで軽く、ウニさん、ウニさん、軽く、何横目で見てんの？軽くブラシかけよっか。あ、ちなみにね、いつもだいたい朝一撮ってるんですけども、やっぱ年末ということで混んでるみたいで、今日は12時からのトリミングです。よし、じゃあウニちょっと綺麗になろう。ね。さて、軽くブラシかけました。かわいい。かわいい。なんだろうね、これね。まだウニこのカメラ慣れないね。あ、この画角やば。かわいい。ウニこっち向いて。ね、トリミングで疲れちゃうからさ、どんぐらいだろう。30分ぐらいは散歩行こっか。ね。今日トリミング行くからって朝ね、お散歩してないんで。30分ぐらい今からトリミングじゃない。30分ぐらい今からお散歩行って。で、そのまんまトリミングサロンに預けてこようかなと思います。ウニ？夜のお散歩は今日は良さそうかな。ちょっとウニの様子を見てね。かわいいね。かわいいね。ウニー、こっち向いて。お疲れさん。今日も3時間ぐらいかな。頑張ったね。いや、かわいいね。うん、かわいい。で、足をね、ちょっと短くする範囲を広げてもらいました。で、ウニ、後ろ足見せて、後ろ足。後ろ足こんな感じですね。去年のね、羊カットは多分ここら辺ぐらいまで短くしてもらってたんで、それに比べたら本当に、足先っていうには範囲広いか。まあ、これで多分ね、ホコリとか砂ぼこりとかで汚れても、綺麗にしやすいかなと思います。ウニ、綺麗になったね。綺麗になってこれで、年を越せますな、ウニさん。ただちょっとね、ウニ、
痩せちゃったんだよね。ドッグフードを変えて今1ヶ月ちょっと経つのかな。でね、まだね、ちょっとそのウニの適量っていうのがつかめなくて、前回少し太っちゃったかなって思ったんで、与える量を減らしたら 0.17kg か痩せてました。獣医さんが言うには、まあ、だいたいウニの適正、眠いね、ウニの適正体重っていうのがだいたい 4.5 キロぐらいかなって言われてるんですけども、だから僕 4.45 ぐらい、 4.45 とか 4.46 ぐらいをね目安にしてるんですけども、なんとウニさん今日測ってもらったら 4.27 しかありませんでした。ねえ、もっとご飯食べなきゃだね、ウニね。ウニだからさ、今日からもうちょっとご飯多くあげるからね、ご飯たくさん食べれるよね、今日の夜からね。ね、冬にガリガリはね寒いからね、ウニさんね、ぽっちゃり系、ぽっちゃりじゃダメか、もう少し太ろうね。ごめんね、ウニね、眠いね、お昼寝の時間だもんね。じゃあ寝よっか、お昼寝しよっか、ちょっとね。はい、今日もいい子でした。ウニさん、ウニさん、ウニさん、ちょっとウニさん、ウニさん、2023年もあと2日ですよ。ウニさん今年どうでしたか？ウニさん今年はね、膀胱炎にちょっと悩んじゃったね。でもね、膀胱炎すっかり良くなって、なんかここ寝癖ついてんじゃん。ね、それでもね、そんな大ごとにならなくてよかったけどね、ウニちゃんね。でさ、ウニ、これなんだと思う？これじゃん、犬用正月料理、年越しそば。ウニ、これウニのだよ。でもさ、これさ、今日じゃなくて明日食べるんだ。明日、明日の夜ご飯にこれ食べるよ。かわいいね。明日の夜ご飯にこれ食べるからね。ねえ、ワンちゃん用の年越しそばってあるんですね。これ、解凍しなきゃいけないんだけども、ちょっと早めに解凍しようかなと思って、もう出しちゃいます。ね、これ今すぐじゃないんだよ。ごめんね。なんかめっちゃこれ反応してんだけど、匂い漏れてる？漏れてるってことある？ね、ウニ。おめめクリンクリンだね、今日もね。今ちょっとこれ開けてみるね、ウニ。めっちゃ匂い嗅いでる。こんな感じですね。お蕎麦と、なんだろうこれ。なんか入ってる。お肉的なやつかな。ちょっと、コタブキ。ウニコタブキだって。すごいね。このお蕎麦なんか普通に美味しそうだけど、量的にどうなんだろう。これじゃあウニ足りないかな。これね、ウニちゃん、明日の夜、明日の夜食べるやつだからね、一緒にお蕎麦食べようね。おだし、あーでもな、ちょっとウニすごいね、あなたね。汁物はね、びちゃびちゃになっちゃうね、まずるね。お出汁こんなに多くいるのかな？もうちょっと減らしたいな。なんか普通に味は薄そうだけども、人が食べても美味しそうな気がしますね。しょぼんとしないで。完全無添加、人用の高級食材って書いてあるように、調味料不使用。今日は食べれないよ。スープはお魚、これは紙だよ、ね、お魚、お肉の風味豊かなスープ。なんかやっぱこのスープ人が、ちょっと、人が食べても美味しそう。これ食べれないよ。栗が入ってんの？そばって栗入れるのかい？これ犬用だから。そばに栗が入ってるところとかあるのかな？地方とかで。こんな綺麗には盛り付けらんないけども、
楽しみだね、ウニね。今度はちゃんと動画撮って残すからね、思い出にね。さ、そばがね、解凍できました。で、ちょっとね、人肌程度に今レンジで温めてみたんですけども、これ実際開けてみたら、わかりますかね。まあ、短いんですけども、ちゃんとそばなんですよね。これ、食べれんのかな、ウニ。もうちょっと短い方がいいかなって思うんで、どうしよう、キッチンバサミで切っちゃおうかな。ほい。ということで、キッチンバサミで。まあ、適当にでいいか。こんな感じで、チョキチョキチョキと。あ、でもこれ結構量入ってるかな。これ1個で大丈夫。こんな感じで、短くカットしてみました。ただ短くカットすると蕎麦食べる意味あるのかなって感じもしますけどね。まあまあいいでしょうね。ちょっと頑張ってウニ盛り付けてみるね。でウニは今ここで待てしてます。早く食べたいね。ちょっと待ってね。結構綺麗に盛り付いたんじゃないかな、盛り付いたんじゃないかなと思います。ウニが今大変なことになってます。尻尾フリフリして。で、いつものご飯のお皿に盛り付けてみたら、すごい蕎麦が多かったんで、半分くらいにして、ちょっと待ってね。半分くらいにして、残りは僕の蕎麦に入れちゃいましたね。この、葉っぱなんだろうこれ。葉っぱも量多かったんで、僕の方に入れちゃいました。で、一応盛り付けはしたんですけども、栗とかね、待ってね、ごめんね。栗とか魚とかいちいちちょっと大きいんで、これこの後カットしてみようかなと思います。うん、美味しそう。こんな感じで具材をかなり細かくしてみました。で、そばだいぶ減らしたんで、いつも食べてるドッグフードのご飯も今お出汁に少し浸してあります。ごめんね。もうちょい待ってね。よし。おいしい？すごいね。おいしいね。盛り付けてみるとね、結構具沢山でしたね。ごめんね、いっぱい待たしちゃってね。美味しいね、美味しいね。すごいね。そばとかさ、魚サバだったかな。栗とかね、初めてのものばっかだけど、あと椎茸ね。あとなんか葉っぱ。ウニ、これさ、年越しそばっていうね、年越しそば。いやー、嬉しいな、こんなに美味しく食べてくれると。すごいね、ウニ。美味しいね、美味しいね。大丈夫、もう、ゆっくり食べないよ、ウニ。ちょっと量多かった？たまにはいっか。ウニ、今ガリガリだしね。まだちょっとあるように食べづらいかな、こうなっちゃったら。食べづらい？手で取ってあげよっか、ウニ。ねえ。はいはい。待て。まあ、ウニに、もうちょいやる。綺麗に食べた、嬉しい。もうないよ、もうないよ、ウニちゃん。ウニ綺麗に食べたね。ウニ、満足？美味しかったね。ごちそうさまでした。マズルがちょっと出汁まみれになったからね。綺麗に洗わないとね。美味しかった。よかったね。はい、歯を磨いて、マズルのところをね、綺麗にしました。ウニ、
今年もあと数時間で終わりですよ。ね、最後にさ、蕎麦食べたから、今年のね、膀胱炎とか下痢とか、そういうね、いろんな厄払いができたからね。眠くなっちゃうの。最後ちょっと頑張って。ね、来年はだからきっと元気だよ、一年。ね。来年もさ、一緒に仲良く暮らしていこうね。ね、ウニ、せっかく今年見てくださった方々にちょっとご挨拶して。ご挨拶してください。ね、今年一年、僕たちの動画を見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ペコリ、ウニ、ペコリ。来年もね、できるだけ動画を上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年を。ウニ、こちらも良い年迎えようね。どんな顔？ごめんね、眠いよね。